九十の雪山俳句、重曹で漁師山強盗さん、そり遊びも楽しんできました。はい、漁師山登山口、に来ました。漁師岳と、強盗さんの重曹したいと思います。漁師山と強盗さんの登山口は、牧野戸登山口から南に10分ほど下ったところにあります。到着は9時ぐらいでしたが、車を止めるのはギリギリでした。牧野戸に車を止められなかった人も、こちらに車を止める方もいらっしゃるようですね。一面銀世界ですね。漁師山強盗さんは地元の子供が遠足などでも登る山のようなので、親子登山には良さそうですね。登っていきたいと思います。雪山装備はどうしたらいいのっていう方は、雪山デビュー準備編の動画も合わせてご覧ください。今回はそり遊びもしたかったので、山のベテラン S さんのアドバイスで、人も少ない漁師山強盗さんで雪山俳句をさせていただきました。カメラの設定をねしてたら、先に行かれてしまいました。急いで追いつきたいと思います。漁師山は標高1423メートル、強盗さんは標高1383メートルの九十の山です。すごい。人気の牧野戸登山口からの二日家さんからのメインの九十コースと違って、こちらは裏九十と呼ばれる山になります。また追いかけちゃったと。どんなメッセージ？こっちの道行こう。ほらほら、こっちの道行こう。入ってるよ。どんどん行って、どんどん行って。うわ、すごい。頭ぶつかりそう。いいね。お、かわいい。いいんじゃない？見るか。よし、行こう行こう。うわ、いや。やっぱり積もっとるね、ちゃんとね。通ってる通ってる。あ、お、晴れ間晴れ間。そんなに勾配もなくね、歩きやすいです。今回ちょっと使ってる機材が、ヒミファーム2プロ、フリマアプリで1万円台で購入しました。マイク性能がちょっとしょぼいみたいなんでね、ミック07プロっていうマイクをつけてます。あー、綺麗。あー、すごい。いやー、抜群の眺めですね。いい感じ。はい、こちらに行くと漁師山、こっちに行くと強盗さんに行きます。はい、じゃあちょっと張り切って行ってみましょう。ちょっとね、分岐に走っちゃって、結構野ざらしなので、耳が寒いんでフードをかぶりました。じゃあ漁師山の方に向かいたいと思います。おぉ、雪もね、ソクソクだけど、あった。雪がね、なんかね、泡みたいなのがついてる。このね、稜線が綺麗でね。
人が少なくて雪山独り占め最高ですね。きれいきれいきれい。おお、これよくない？これなかなかいいですよ。これきれい。使用機材は今回はジンバルカメラのフィミパーム2プロとマイクはミック07プロを使いました。もう雪山独り占め、も誰もね、これがあるんだって雪山やめられないですね。はい、分岐です。スキー場分岐のようですね。我々は登山なんで先に向かいたいと思います。おお、晴れてきた、きれい。これはいいね、いい感じ。いいね。いやー、こっから先を目指しますね。はい、漁師山山頂の分岐から山頂に向かってます。木のトンネルがね、非常に綺麗ですね。1423.2m です。天気にもね恵まれてね、青空が広がっております。最高。漁師山は標高1423m です。眺望はそこまでよくありませんが、ジンバルカメラを三脚につけて目いっぱい高く伸ばして360度で撮ってみました。南展望所までの登山道ですね。ちょっと最後に登りですけど、結構雪が深いです。頑張ります。はい、まもなく南展望所です。帰りこの道ソリで遊べそうですね。楽しみ。いや、晴れてよかった。はい、漁師山南方展望所からの景色です。いや、綺麗ですね。下には、瀬戸本レストハウスが、見えております。途中ソリで遊んでるんですが、他の登山客の方の邪魔にならないようにお願いします。人が多いと大変貧粛ですので気をつけましょう。お子様の安全も十分配慮して滑っても受け止められる体勢で遊んでください。漁師山から戻ってきました。次は強盗山へ行きます。漁師岳南方展望所、さらに分岐戻って強盗山までやってきました。途中ねソリなんか楽しみながら、親子登山にはぴったりだと思います。強盗山は標高1383m です。ピークは広めでゆったり休憩できるような感じですね。
後藤さん、両親だけの重曹から、戻ってまいりました。途中それなんかもね楽しんだんですけども、他の登山客の方にも十分ご配慮の上、あとお子さんのですね、安全面十分お気をつけて楽しんでください。こちらの大ちゃんの、ひろかず大ちゃんのアウトドアチャンネル参考になりましたらチャンネル登録お願いします。